ヴァンゲリオンカレービーフ中辛を紹介します。このカレーって4月23日に発売されたんですけど、結構どこにも売ってなくて、ずっと探してたらロハコで売ってたんで、とりあえず3箱買ってみました。でこのカレーは新エヴァンゲリオン劇場版とのコラボパッケージになってて、ま、なってるんですけど、ただコロナの影響で、映画は多分延期になってると思います。バルミア食品から発売されてるんですけど、4月23日から7月31日までの限定販売となってます。で価格は260円税別で、まあ、内容量としては 200g と、まあ、一般的な標準の量になっています、はい。でパッケージなんですけど、特殊であって、シンジ、レイ、アスカ、カオル、マリとミサトとイカリですね。この6種類になってます。僕がゲットしたのはシンジ、アスカとミサトとイカリのパターンです。このカレーってマルミヤのオリジナルのトレーディングカードが入ってて、全12種類あります。ちょっとランダムに入ってるんで、まあ、選ぶこともできないんですけど、で種類は、シンジ、レイ、カオル、シンジ、レイ、アスカ、カオル、マリ、これが、プラグインスーツとバージョンと制服バージョンの2種類あって、それと別に、ミサトとイカリ、これで12種類となってます。でカレーについてなんですけど、牛肉と大きめの具材を使ったちょっとスパイスの効いた大人でも満足のできる中辛タイプのビーフカレーだということになってます。大人でも満足できる中辛タイプのカレーってちょっとよくわからないですけど、まあなんかスパイシーなんでしょうか。このねコラボ系のとかアンパンマンカレーとかああいうのってちょっとよくどんぐらいこだわりがあるのかわかんないですけど、そんなにたほどその辺と変わらないと思うんですけど、まあ、食べてみたら結構美味しかったみたいになるかもしれないんで、まあ、早速食べていきましょう。今回はこの3つの中から、新字パッケージをちょっと開けてみたいと思います。スナップエンドのめんつゆつけたやつをごまあえしたやつをトッピング でその上にもうすでにブラックペッパーをかけてます。そしてその上にエヴァンゲリオンカレービーフ中辛をさあ、食べていきましょう。見た感じは、プルプルしてこうちょっと粘り気粘度がある感じですね。美味しい。これはすごい。
美味しい。へえ、美味しいじゃない。分かりづらいかもしれないんですけど、具材は確かに大きいです。なんか意外とちょっとびっくりなんですけど、スパイシーっていうかスパイスを効かせたっていうところをすごく感じますね。これなんだろう、クミンの、結構ね、なんかクミンっぽい風味が。で、あの具材もね、ほんとまあじゃがいもだけですけど大きいです、まあ、いやー、これはあのしっかりとした味付けがまずされてますね。もうね、一発目からうまいって言えるなんか味です。いや、この手のやつってなんか黄色いでんぷん質なちょっとプルプルしたなんかそういうルーで、なんか味もなんかパッとしないな、これカレーじゃないだろみたいな、まあ、そういうレトルトカレーが多かったように、いつの話なの、子供は辛いって言うだろうな、なんか中辛っていう表現はもう本当に的を得てる感じです。説明文にビーフの旨味とスパイスを効かせたって書いてあって、牛脂、牛肉、ソテーオニオン、あとね、マーガリンとかリンゴペーストとかが入ってるんですよ。チキンペースト、チキン調味料、トマトペーストっていう、まあ、基本的 なんかまあカレーを構成する要素、トマト系のやつとかね、それと肉のだしで砂糖、ただマーガリン使われてるのがちょっと痛いなっていうところあって、マーガリンはもう使わんでほしいなって、やっぱこういうところでしょうね、レトルトのちょっとこうね、あまり食べたくない部分っていうのはね、食べました、エヴァンゲリオンカレービーフ中辛。いやー、ちょっとね、驚いた本当に。もうね、確かにね、これあの、もうね、ありかな。チコちゃんのカレー食べた時も思ったんですけど、こんなのね売っちゃってみたいな思ったんですけど、やっぱりあれはあれで、あのベースも美味しかったし、まあ美味しい、難しいんですよ、僕もスパイスカレーをね、こうこよなく愛する人間の一人として、科学的に作られたとろみのカレー美味しいなんてちょっとあんまり言いたくないんですけど、まあ一般的にこれを食した時に美味しいかどうかというと、もう口に入れた瞬間にこれは美味しいです、もうその一言でもう終わり。今日はなんか劇場版見に行こうかなという気持ちが少し生まれてきました。ロハコって買えたと思うんですけど、そのリンク先をあの概要欄の方に貼っとくので、気になる方はこちらから購入してください、はい。じゃ、今回の動画が良かったなと思う方や、参考になったと思う方はぜひグッドボタンをぜひ高評価ボタンを押してください。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。